どうもクロスロードラボです。この間ですね、2020年版の透明氷の作り方っていう動画をアップしたんですけど、そのコメント欄の中にですね、以前僕が紹介した丸氷を作るこの同志社という会社から出ているですね、大人の透明丸氷というね、これね、こちらの新しいモデルが出ているということで、はい、全然知らなかったんですけど、早速ねAmazon で検索してみたら、最初ねなかったんですけど、ちょっといろんな検索の方法で試してみたら出てきました。はい、それはこちらです。まず透明氷ダイヤモンド、はい、そしてもう一つは透明氷ハート、はい、この2つ出てたんですよ。知らなかったんですけど、これはねすぐさま購入してレビューしないとなと思いまして、そのコメントでもですねレビューしてくださいということだったので、レビューしましょうということで買いました。以前の丸氷はですね、まさしくこれ今ね出来上がってますね。多分これちょっと後で出しますけど、こうやって発泡スチロールに皮がこう囲まれていて、本体こういう感じなんですよ。それでここに丸氷の型が2つ入っててね、ですっぽりこうはまるようになってて、前回の透明氷の作り方でも言ったんですが、上から徐々に凍るようになってるんですね。この側面だったり下からは冷気のね影響を受けにくくなってるので、上から徐々に凍って最後に不純物がたまるように、作られています。はい、これ早速開けてみましょう。実際はですね結構小さめだと思うんですね、大きさも。これ箱は同じサイズですね、結構ね正直、ヒット商品だとは思うんですよ。あれちょっと形が変わってる、何が違うかというとですね、この穴の部分、この穴の部分がねもともとこうだったんですよ、丸氷の方が。これが小さくなってますね、何か理由があるんでしょうか。でこれちょっと出してみますね。なんかちょっとずっしり重いですね。この中は一緒ですね、一緒で型、こんな感じになってます。まあ小さいですよね、で前回、透明氷の作り方で挙げた八角形のダイヤモンドですねになっています。はい、でこれ一つねあれなのは、これちょっと斜めになってるでしょ、下がとんがってるのでグラスに入れるとこう倒れちゃうんですね。だから下をちょっとカットしてあげるとこう立つんじゃないかなと思います。でハート型と、ハート型もやっぱりこれ小さい穴になってます。出してみましょう。おー、いいですね、こんな感じになってます。丸氷の方よりシリコンが重くなってるような感じはしますけど、そうか、単純にこの丸氷より面積が小さいわけですよね、このハートって。だから重いのかな、もしかしたら。あとはここの穴が開いてない部分、どう考えても丸氷の方よりは穴の大きさが小さいので、だから余計重く感じるのかな。でちょっとね説明書を読んでみましょう。透明度をより出したい場合は沸騰させて冷やした水を使うと綺麗な透明氷ができますとのことですね。まあ、よくコメントでも書かれてます。一回沸騰させるといいですよということなんですが、そうですね、冷ますっていうちょっとね時間がかかるので、そのままいきましょう。はい、なるべくちょっとぬるめのお湯でいきます。それでは早速これ洗ってね、冷凍庫に入れたいと思います。はい、まずですね丸氷の方をちょっと出してみたいと思います。これね結構ガッチガチに
凍ってますので下までね完全に凍ってると思います。はい、こんな感じで見えないかな、もう下がね完全に凍ってますね。で出してみます。はい、こんな感じ、綺麗に丸氷ができてます。うん、でねバリができるので、はい、こんな感じでね結構バリができてますよね。こことかこういうのは包丁で軽くトン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 ってやると取れる。はい、こんな感じね。あとはもうジップロックとかに入れて保存しておけば、どん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 丸氷がたまるという仕組みになっています。で早速ですね、さっきの2つの容器を洗っておいたのでこちらに水を入れます。まあ、ちょっと厚めの、一応ね線が書いてあるはずなんですけどね、あ、ありますね、内側にねちゃんとどこまで水を入れたらいいか線が書いてあります。はい、まあ適当でいいんですよこうやって。で僕の場合はこれで普段ね少し置いときます。空気がねちょっとでも出るように、はい、一回水を沸騰させてから入れるって言ったのはなるべく空気を出すためなんですが、それだとちょっと時間もかかるしめんどくさいってことで、いつもねこの状態で少し置いてからこのマドラーでねカチャカチャやればだいたいね綺麗な透明氷ができます。はい、全然こう空気のね入ってない氷ができると思います。さっきの丸氷もね全然空気入ってませんでした。まあ早く作りたい時はそのままやっちゃってもいいと思いますけど、少し時間を置いとくっていうのが結構ポイントかなと思います。意外とねこの側面についた気泡が頑固でね、なかなかカチャカチャやっても上に上がってこないんですけども、はい、こんな感じですね。そして先ほどのこのシリコンをね入れます。まあ、だいたい水溢れるぐらいまで入れてあるので水が飛び出します。このね穴がこれとこれも違うんですね。うん、で余った水をちょっと出してでちょっと拭きます、皮をね。そして発泡スチロールに入れますね。でですね、実はさっきのあの丸氷作った方、ここにね、丸氷もいらないしダイヤモンドもいらないしハートの氷もいらないっていう人は、ここにただ水を溜めただけっていう状態だとですね四角い氷作れます。はい、要はこぼさない程度にできるだけいっぱい水を入れて、ここでね、まあ、今回はちょっと時間置かないんで気泡入っちゃうかもしれませんが、こういう風にしてこのままねもうケースに入れちゃうわけですよ。シリコンを入れないってことですよ。そうするとブロックの氷できるんで、それを割って四角い氷2つブロック氷2つできるという、はい、意外とね優れものなんですね、この発泡スチロールプラスこのプラスチックの容器がね、うん、これもちょっと作ってみましょう。
これ一番こぼしやすいんで、作る方は気をつけてください。冷凍庫内でね、水こぼすと大変なんですよ。はい、ちょっとね、凍らせすぎましたなかなかね、忙しくて、取り出してね、動画を作ってる暇がなかったので、だいたいどれぐらいかな、だいたい30時間以上は凍らしちゃいましたね。多分ね、24時間か25、6時間でいいと思うんですよね。うん、取り出してみます。ここまでガチガチだと普通にこう、あ、開くかな、いける。ちょっとね、水に濡らしたりとかすると取りやすいですね。このままいけちゃいました。でも下はガチガチです。ここね、4時間5時間ぐらいだと、ここは結構ね、まだちゃんと凍ってない状態になりますね、うん、で開いてみます。おー、すごい綺麗。これはこんな感じ。結構ちっちゃいですけど、綺麗にできてます。やっぱりね、バリが結構、この上に、大事なとこにバリが、こうね、あるので、ちょっと取っちゃいましょう。こういう感じ。めちゃめちゃちっちゃいです。綺麗ですけどね。でも、ここのテーブルの部分が下向いてるので、ここに影響を受けますね。あの、凍らせすぎたりすると。少し削ってあげるといいかなと思いますけど、まあ綺麗ですよね。ちょっと一回これ冷凍しときます。はい、で次です。次はハート。お、意外と取りやすい。前より取りやすくなってるのかな。お、可愛いですね。これもちょっとバリが取りづらいですね。バリがね、こんな感じでバリがついてるので、まあ、包丁で軽く叩いてあげるとバリは簡単に取れます。はい、こんな感じでね。で次です。次はね、これそのまんま凍らしたやつ、中のね、シリコンを入れなかったんですよ。このまま水を入れて凍らせました。で、これどうやって出すかというと、出せないんですよ。だからちょっとこうやってお湯につけてとかやるしかないですね。ガッチガチまで凍らさなければまだ出やすいと思うんですけど、ここまで凍っちゃうとね、ちょっとほっとくしかないですね、しばらく。うん、出ないです。はい、ちょっとね、水にさらして取りやすくしました。出てきそうです。少しね、このアイスピックでクッと持ち上げてやりました。出ました。うん、まあ、ちょっと氷残ってますけど、まあここは使わない部分なのでね、いいです。でちょっとこのいらない部分をこうね、落としてあげましょう。ここがまさにね、あの不純物ですね。でこう上に向かって空気が上ってってるのが見えますよね、うん。まあ、ここまで凍らしすぎるとちょっとねやりづらいんですが、本来なら、ここら辺まで凍った時に出してあげるのが一番いいので、まあこれ冷凍庫によります、ちなみにね。この不純物のところを匂い嗅ぐと臭いです。塩素臭いです、すごい。いいですね。うん、ちょっとここ欠けてますけど、こんな感じです。でこれ
このままだとね使いづらいので一応半分に割っときましょう。はい、半分に割るときはここにねアイスピックでトン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 やるんですけど、これだとね、変な割れ方する方もいらっしゃると思いますので、一番安全に割る方法はですね、一応最初包丁とかでこう目印つけときますね。それで、まあ、軽く、そして側面もで裏もで側面、はい、これでねだいたい大丈夫なはずです。で元の上からこれね、だいたい皆さんやるんですけど、トン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 やって片方がねポーンって落ちちゃう場合あるので、手に持てる大きさだったら持ってやってもいいと思います。はい、こんな感じで綺麗に2つブロックの氷ができました。冷凍庫でちょっと閉めます。それではカウンターに戻ります。はい、氷ができました。こんな感じでできたんですが、ちょっと早いうちにね、重さを測ろうかなと思いまして、どれぐらいの氷ができたのか、まあ一番最初にこの丸氷ね、紹介した丸氷、これこの黒いやつですね、氷一つ分の重さはどれぐらいなのかなということで、まずこれ91g、 結構ありますね。でこのハートね、ハートは 49g、 ちっちゃい、すごいちっちゃいですね。でこのダイヤモンド、これね、ダイヤモンドは 52g、 ちっちゃいですね。だからちょっとね、重さの面でもこの丸氷はねかなりいいんじゃないかなと思います、正直ね。でこの何もこうシリコンを入れないで作った氷、これでかいですよ。これはね 216g、 やっぱりね何もシリコンつけないで作ると結構なね大きさの氷が作れます。はい、で実際にちょっとグラスに入れてみましょう。例えばこういう、まあ定番のロックグラスですね、これに丸氷を入れてみますね。そうするとこんな感じのサイズ感です。大体ちょうどいい感じですね。でうちの店でよく使ってるこのクリスタルのロックグラス、二宮ガラスのやつですね、以前この動画も作りましたけど、これだとですね少し小さいかなって感じ。まあまあまあ悪くはないですね。で今度はこのダイヤモンドね、ダイヤモンドって言ってもね下がこれ尖ってますから、入れるとね横向いちゃうわけですよ、こうやって、まあ、悪くはないですけどちょっとちっちゃい感じはしますね。でハート、ハートはね正直ちょっとバランスが悪いですね。上から見るとハートだけど横から見るとなんだろうみたいな。なのでちょっとね、しかもかなり小さいので、見栄え的にもそんなにこう気分がいい感じではないですね。まあダイヤモンドも同じぐらい小さいんですけど、じゃあちょっとダイヤモンドこれ下ね収まりいいようにカットしちゃいましょうと、この下の部分ね。そうすると多分ですけど、収まりいいようにカットすると今度は、はい、ちっちゃすぎるんですね。だからちょっと見栄えのことを考えるとですね、もう2つとか入れるのがちょうどいいんじゃないかなと思います。こうやってねダイヤモンドハートとかダイヤモンドダイヤモンドとかね、
まあ、ちょっとこれ飛び出しちゃいますけど、こっちのグラスならまだいいんじゃないですかね。無造作にこうやって入れるぐらいがちょうどいいのかなとは思います。あとまあハイボール用の氷としてね、その割にはちょっと手間がかかりすぎるので、実用としてはどうかなと思いますね。で次にこのでっかいやつね、これはね実はそのまま丸氷作ったりもできるわけですよ。成形ができるわけなので、まあ、普段僕が使ってるやつよりは少し小さめですけども、全然いいと思いますね。ちょっとねこの座ってる体勢だとやりづらいんですけど、ちょっと立ちますね。はい、まあだいぶ溶けてますけどこんな感じ。こうやってねちゃんとさっきのブロックの氷からでも作れるんですね、これからもね、これちょっと入れてみますね。こっちの小さい方のロックグラスだったらもうぴったり入るはずです、こんな感じでね。なので割とこの実用的なのは丸氷も作れて、まあ角氷はどれでも作れますね、空の容器があればいいわけですから、この2つなんじゃないかなと思いますね。で一応ちょっとおまけというか、こうやってこの、ね、下の部分意外と使えるわけですよ。これ最後まで全部凍ってなかったんですね、さっき。なので最後この不純物の入った水とかが全部抜けちゃった後は割と透明な綺麗な氷が残ってるので、まあ、これをちょっとこう割ってあげると意外と使えるというかね、スティック状の氷ができますね、まあ、真ん中はあんまり使えないかな、まあ、最後まで使うならこういうことできますけど、ここの下の部分って取りにくいので、この一番下の部分ね、だからちょっとこうひっくり返して置いといたりとかする必要があります。はい、で3種類全部使ってみて、個人的に思うのは、特にねこの丸氷ね、もう2サイズぐらいサイズがあればめちゃめちゃいいと思いますね。この同志社さん関係者様ね、見てたらぜひね、せめてこれのワンサイズ大きいやつを作っていただけると、飲食店の方にも売れると思います、かなりね。ちょっとねこのサイズだと小さいんですよね、もう少し大きい方がいいなとは思いますね。まあもちろんグラスによりますから何とも言えないんですよ、そのお店で使ってるグラスとかね。まああくまで家庭用なのは分かりますけども、もうワンサイズ大きいのが一つでもあればかなりいいなと思いました。そしてさらに、まあ本来の使い方じゃないですけど、ここにねシリコンを入れないでそのまま凍らせるっていう使い方もね、ワンサイズ大きいとかなり大きいブロック氷ができるんじゃないかなと思いましたね。まあ、ぜひねメーカーさんが見てたら作っていただきたいなと思いました。正直この2種類は家庭用としてもちょっと売れないんじゃないかなと思いますね。自分で飲むのにわざわざ小さい氷作んないですもんね、見栄え良くてもね。見栄えもそんなにいいかって言ったら、ちょっと疑問が残る感じですけど個人的には丸氷、これ一番上のやつね、一番いいと思いました。はい、それでは最後にちょっとせっかく氷作ったんでね、ウイスキーついで終わりたいと思います。まあ、なんだかんだ言ってですね、この発泡スチロールとこの組み合わせとても優秀だと思いますので、
もし気になる方がいらっしゃいましたら概要欄の方にリンク貼っときますので、そちらから購入されるととてもありがたいです。はい、これでね、意外と問い合わせが多かったのがこの黒い手袋ね、うん、これね別にAmazon で普通に買えますので、そちらもリンク貼っておきます。ちょっと黒い方が割高だと思いますので、特に理由ない場合は普通の透明の買った方がいいと思います。僕は動画用です。はい、いただきます。うん、美味しい。それではチャンネル登録、ツイッターのフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。